皆さんこんにちは、佐藤誠チャンネルです。昨年末から始まった羊と糸とニットと山があるのコーナー、物運搬の方のコーナーと違って、佐藤さんの歴史、また日本の糸の歴史ということでスタートしたこのコーナーなんですけども、当社の場合糸作りとニット作りと、またとブランドということで、いろんなビジネス、いろんなもの作りをしているわけなんですけども、先週まで、いろいろ日本の歴史の中で、どういったことをやってきたか、ちょっと温泉の話なんかも前回させていただいたんですけども、今日はですね、今日から山形のニットの産地というところのちょっと話をしてみたいと思います。山形、福島、東北では羊を飼いながらということで糸作り、手で糸作り、ニット用の編み物用の糸作りが始まったということで前もお話したんですけども、その後外国から原料輸入になって、で工業的にものづくりするようになって、で、なんといってもやっぱり外国から羊がの原料が輸入になるようになって、山形で養蚕というのはなくなっていくわけなんですけども、その時に新たに羊を育ててた人たち、もしくは糸を紡いでた人たちがどのようにこの次の産業に変わったかというと、今までは編み物用の糸を使ってた、ところが今度は編み物そのもの、要はニット製品ですね、を作って販売する形というのに、その後変わっていくわけなんです。そんなことで、昭和戦後ですね、戦後山形の羊を飼ってた人たちがニット製造業を始めるんですね。で、そのニット製造業といっても最初はもう編む機械がないものですから、当時ニットの編みの機械というのは鉄でできてますので非常に高価なもの、また戦争が終わった当時というのは金属、鉄とかそういったものと、もう本当に高価でなかなか買うことができなかった、そんな時代、もう本当に1台のニットの手編みの機械、もう本当に高価なものだったんです。当然そんな何台も買うことが山形の産地、要はみんな農家だと思うんですから、もうそんな機械を買うことができないということで、本当にお金を貯めて1台買って、またそのニットでニット製品を作って、でお金を貯めてまた1台買って、本当にコツ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 機械を設備投資、要は設備を購入していきながら山形のニット製造業が始まりました。これはもう山形、福島、この二大産地、ニット産地は全く同じような状況で、糸作り、羊の養蚕からニット製造に変わっていったんですけども、もうそんな中、昭和の終わりぐらいからニットの製造が始まって、で、時代とともに山形にどん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 ニットメーカーさんがたくさん生まれてきました。最初は、要は日本の円がものすごく安い時期だったんで、外国への輸出、もちろん国内のものも作ったんですけども、もう圧倒的に外国の輸出、またその当時作ったものを山形のニット工場さんが自分で風呂敷に包んで北海道とか寒いところに売りに行ったんだって話をね、私の先輩たちに、まず父の世代、また祖母の世代の記憶を聞いたんですけども、もうそういった意味でまだ流通も私たち山形ではしっかりしてない時代でした。その後日本の国内の問屋ビジネス、もともと日本の洋服っていうのは着物が始まりだったんで、着物問屋さんが基本的にはメインとして販売されました。問屋さんというと、一般的には大阪ですね、昔着物を作る北陸の方で反物を作って、で京都に持ってって、でその京都から全国の問屋さんに流れる、東京の浅草橋とかああいった問屋さんが京都まで仕入れに行って、でその問屋、東京の問屋さんが販売する、そして宮城県、東北では宮城県の問屋さんが東京まで行って、でその東京の問屋さんから買ってくる、山形はというと山形の問屋さんが仙台の宮城県の問屋さんに行って買ってくる、そういった、流通というのはまだ できてない時代、新幹線などまだそんなにない時代ですので、東京というのは一番遠い土地だと思うんですから、そういった各地方の問屋というビジネス流通が主要になってました。そういった問屋さんが今まで着物だけを販売してたんですけども、徐々に洋服を着るようになりまして、で特にニットにおいては、かなり初めの頃はすごく高級なものだったものですから、そういった問屋の流通を経て、やられるようになりました。
まあ、だから日本でニットのアパレル製造メーカー、製造 のアパレルメーカーというのは基本的には大阪の方からスタートしたというふうに言われています。で、大阪の方のアパレルメーカーがそれを卸して東京の問屋さんに入って、で、まあ、それは地方に流れていくと。で、どこで売られたかというと呉服屋さん、要は地方の呉服屋さん、もしくは百貨店さんですね。だから、まあ、日本で言うと、まず日本橋の三越さんとか高島屋さんとか、ああいう大手の百貨店で最初着物と同じようにニットが売られたというふうに言われています。ということは、技術の中でアパレルブランドというのは百貨店向けの卸のブランド、また問屋ビジネス、要は今持っている着物を扱ってた企業さんが扱うようなニットアパレルというものから、ニットというのは日本のアパレル、日本のファッション業界でスタートしたというように言われています。山本さんちもそういった大阪あたりの大手の有名なアパレルメーカーさんと取り組み、問屋アパレルさんと取り組んで、スタートしたケースが多いかと思うんですけども、まあ、そんなふうにアパレルメーカーさんから商品を依頼されて、で、そこで言われた商品を作って、で、自分のところで手で編んで、で、どん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 やっぱり生産量、受注、需要がもうすごい需要があったもんですから、とにかく一人でも多く人を雇用してたくさん作れば売れるほど利益が上がると。まあ、そんなことで、山形のメーカーさんはもうすごい勢いで成長してきました。人の雇用よりもね、編み物の、編み立てする機械を買う、まあ、そっちもね、もう機械メーカーさんも、もう機械が逆の生産数も追いつかないような時代、また非常に高価なものだったんで、それを買うために、まあ、今のように借金でできない時代ですので、非常にこうお金を貯めながら、メーカーさん、どん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 機械を増やして、ニット工場が成長した時代だと思います。で、その中、まあ、私の会社っていうのは、もともと紡績企業、まあ、最初の頃は丸の工場さんが、出場されてるとかさんが、ニット工場を始めた時も、当初からずっと糸を作ってたんですけども、そのうち、私の父が東京から戻ってきまして、大学卒業して、愛知県の一宮の紡績工場で、見習い、修業してきまして、で、山形帰ってきまして、当時、うちの父もまだ24歳、5歳ぐらいの年だったと思うんですけども、まあ、戻ってきて、うちの家業を継いで、でまあ、その時に、うちの紡績企業ではなく、あえて、まあ、今、成長、これから成長するであろう、ニットを作ろうということで、うちの父は、ニットの製造の分野を会社の中に起こしてスタートさせました。まあ、最初はここ全部、まあ、山形の中では高圧だったものですから、もう、まあ、だいぶ遅れてのスタートなんで、まあ、小さい規模からのスタート。で、周りがどん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 こう自動、コンピューター機械が、まあ、うちの父が戻ってきたとき、まだその時代ではなかったんですけども、うちの父も結構アイデアマンなんですね。いろんなアイデアで、まあ、ものづくりする。で、特に結構デザインするのがちょっと父が好きで、私が子供の頃、もう毎日のように枕元でデザイン画を描いて、もう何十枚何百枚とデザイン画を描いて、絵を描いてたのをよく覚えてるんですけども、いろんな洋服のデザインを、まあ、描いてました。でもそのものを自分でデザインして作ってということで、うちの父が新しく始めたのは、昔家庭機のパンチレースっていう編み機があるんですね。家庭編み機の中にレース編みをするための家庭編み機。で、そこにこのシートの中にですね、編むところと透かし柄になるところをずっと色で方眼紙を染めるんですけども、透明の方眼紙。その方眼紙を入れて、編むと、その方眼通りに、レースの編み地ができるという、まあ、そういった編み地ができる編み機だったんですが、その編み機に誤解を加えて、そこにコンピューターに、コンピューターというかその編み機にモーターをつけてですね、自動でこう手を動かすように改良しまして、で、会社の中にそのパンチレースの機械をもう何十台もざーっと並べて、で、24時間それでこうパンチレースのニット製品を作って、さらにその上に手刺繍とかリボンでこう刺繍をしたりということで、刺繍の商品で、ね、すごい人気あった時代があるんですけども、そういう時代にそのレースの刺繍を作って、レース刺繍特有ですね、そういった刺繍を作って、一つの佐藤製品スタイルというものを作った時代がありました。まあ、そこから佐藤製品のニットというのはずっとこう特徴のあるニットを作るんですけども、まあ、決してすごく高価な高いものというよりもどちらかというと比較的買いやすい、まあ、数のいく商品を中心に作ってたんですが、
まあ、そのうちですね、なかなかやっぱ人でもどんどんこう成長して人でもなくなってきてる中で、もっと機械的に刺繍ということで、しようということで、コード刺繍という機械を当社に入れるんですね。コード刺繍というのは、糸をリニアン状に編んでって、それを機械で刺繍するという、まあ、ニットってこう伸びるものですから、その伸びに対応できる刺繍ということでも、まあ、あのニットにはコード刺繍がいいと言われてるんですが、そのコード刺繍の機械を買って、刺繍する。パンチレースの上に刺繍すると。まあ、まさにそんな風なレースのニットを作ってました。私よくですね、小学校、中学校の時に、まあ、忙しい時期、夏休み、冬休みによくあのうちの父に、まあ、あのアルバイトと聴取手伝いとか、あのしろということで手伝いさせられる時代があるんですけども、いつもそのパンチレースの機械を回す、まあ、もうあの機械自動的に止まるものですから、それを止まったら動かす作業で、生地を切り離す作業、またあと最終製品をこう出来上がったもの袋詰めの作業というので、よく子供の時にアルバイトをさせられたもんです。まあ、あの正月また夏休みをお小遣いやらないともらえないんだということで、まあ、そんなことよくやらされた部分もあるんですけど、まあ、そんな風にして非常にうちのニットの方も成長した時代でした。まあ、その後、まあ、時代が経って時が経って私が東京に行って、洋服の学校文化服装学院に入りまして、まず文化服装学院に卒業した後アパレルメーカーに入って、まあ、その後26歳の時に山形に戻ってきました。で、私が戻ってくるちょっと前、平成3年にですね、うちの兄貴の構成も今までパンチレースを中心にやってたんですが、まあ、時代とともにパンチレースの時代のちょっともう終わりかなということで、佐藤製品は島製機の成形機 FF という要は今まで四角にあるね、裁断してハサミでカットして作ってたんですけども、それをこうニットの形にそのまま成形する機械という機械をこう入れまして、まあ、当時7台の機械を入れて、で私が会社に戻った時にちょうどその7台入って間もないまだ入ってばっかりのうちに戻ってきたんですけども、私が戻ってきたのは平成4年の4月3月かな、山形に戻ってきて、で家業を継ぐ。まあ、まさにその時から島製機のコンピューターが出て、要はこう日本のコンピューターのものづくり、ハイテクのものづくりにちょうど変わってる時代、そんな時に私は山形に戻ってきて、そして山形のニット産業、日本のニット産業も大きく変わり始めた時代、まあ、そのものだったと思います。まあ、そんな風にしてね、山形さん、筑紫野さんちは大きくニット製造業にどん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 移行していった、まさにそういった時代だったんです。まあ、ちょっとうちの父の時代から私の時代にかけて、日本のニット製造業っていうのはものすごく成長した、まさにそんな時代だったんですけど、まあ、これからのニット製造業が今後まだまだ大きく変わっていく、まあ、そんな、まあ、始まりでもあったんですね。まあ、実は私が帰ってきたその年、平成3年っていうのは山形のニットの製造量が過去最高ピークに達した時代だから、私が戻るまでにずっと生産量が増えて増えて、ものすごい急成長して頂点の年に私山形に戻ってきました。まあ、そこから大きくまた変わっていくんですけども、その後の山形の人たちはぜひ次回の羊とニットで山形を次回にご紹介したいと思います。今日は正月の2回目ということで、これから今年1年いろんな話していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。